うもマルベリです。星のドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。2018年5月10日木曜日でございます。お知らせ確認してまいりましょう。久しぶりの収録動画ということで、昨日は永遠距離魔王級、まあ昨日はと言いますかね、ここ3日ぐらい生放送の方で対応させていただいておりまして、本日の15時ぐらいですかね、生放送のアーカイブ編集させていただいて、やっとこさ皆さんの協力そして応援のもとクリアさせていただいたという形でしたが、こちらのお知らせ3日前にもう来ていたんですが、動画作っておりませんでしたね。まあ西洋装備ガチャも来ておりましたが、今回はハンマーと扇ね、非常に需要があるところですが、そこは対象外となっていますが、マルベリさん2日目に弓引きましたね。こちらでございます。ありがとうございます。まあしかし今回のラインナップの中では西洋圏のね、西洋人たちが個人的には欲しいかなと思っておりますが、こちらも対象期間は5月の10日本日ですね、23時59分までということで、無料ガチャも今回もうすでにね引いてる方多いと思いますが、そこで終了となってしまいます。で、星の大武道会から、まあ竜の試練はもうねとことんやったからいいでしょう。で、ギガ感謝祭の剣とか、あと5月上旬の地図、さらには桃屋ポイント交換所に装備の進化玉来てたとかね、ここら辺もありましたが、星の大武道会ゴッドライダー編復刻でございますね。一応報酬とかがリセットされているので、再度ゲットしてくださいっていうところなんですが、まあ今回はあれですね。新たに追加された内容としては、グラディエーターの錬金粉、天文学者の錬金粉が追加、引き換え券30枚で交換できるということで、皆さんもそろそろグラ錬金粉数集めて、あれをもうね、揃えてる方多いんじゃないでしょうか。ちょっと今日はね、それを使っていきたい。まあ実際魔王級とかでも一回、例のね、斜め上錬金のドラゴンキラーね、出てきているんですが、さらに今回はね、動画にしたいなと思ってたやつをやりたいなというとこだったんですが、ツイッター移動しましょう。はい、星のドラゴンクエスト公式ツイッターの方についにやってまいりましたね。ギガ感謝祭の、まあ5月7日からもう仲間ポイントの2倍キャンペーンが始まっておりまして、錬金武器の引き換え券もプレゼントされております。ギガ感謝祭の紹介動画の方で錬金武器の引き換え券のおすすめに関してはね、お伝えさせていただいてますので、そちらを一応概要欄にも URL 貼っておきますが、ご覧ください。そしてお帰りキャンペーンも来て、ギガ感謝ログインボーナスがねついに始まって、1日100ジェムずつもらえていきます。そして日付回って11日金曜日からついに第1弾10連1日1回無料宝箱福引きやってまいります。そのラインナップが何なのかというのがお披露目されました。こちらでございますね。5月11日12日13日星ドラギガ感謝祭キャンペーン宝箱福引き第1弾は王者剣&光装備という形でございました。大方の予想だとね、ロト天空あたりが来るんじゃないかと予想されておりましたが、こちらが来るということで、光兜狙いはというところでしょうか。光鎧もちろん上下ね優秀ですし、勇者盾も欲しいなと思ってない方はぜひというところでございますね。もちろん王者剣もね、錬金来たことでね使える剣になっておりますので、まあ、ぜひチャレンジしていただければなと。10連1日1回誰でも引けますからね。マルベリチャンネルでは本日の夜ですね、0時以降から生放送でも実際引いていこうかなと思ってますので、そちらもお楽しみにというところと、先ほどは上旬地図のこと9日前にもう来てたんですけどね、もうあっという間に11日の金曜日の4時からは5月中旬の地図も来るということで、ここでもジェムゲットできますから、まあこのギガ感謝祭のねトータル4万ジェム以上というところにさらに拍車をかけてくれるんじゃないかなというところでございます。で、ギガ感謝祭のログインボーナスについてもね、お知らせが上がっておりました。でですよ、今回はもう一度ちょっとギガ感謝祭のスケジュール見ますが、仲間ポイントが2倍キャンペーンになっているのと、現在のイベント、そして先ほど言っていた斜め上錬金、ドラゴンキラー、ここら辺を絡ましてとあることをやりたいなと思っているわけでございます。もう一度ちょっとゲーム画面戻りましょう。さあ、やってまいりました。マルベリさん、グラーでございますね。装備、バランヘア、エンデウエ、ハグローブした勇者盾、天魔手綱でございます。そして、来ました、ドロサギ4積み。永遠の巨竜自体はハンマーでクリアしていたんですが、一応生放送のアーカイブの方ではね、ドラゴンキラーのドラサギ3積みパターンで湧き立つ2枚とかという形もやっていたんですが、今回は4積みでございますよ。これがね、ちょっと桃屋行きまして、買い取る商人の引き換え券交換所でございますね。大武道会の引き換え券金の方で、ここら辺の錬金粉にね、追加されております。グラ粉30枚で交換できます。まあ私はこの錬金粉使う前に、グラのね、職業神ジェム砕いてまで回って、4積み作れるようにしてしまったんですが、皆さんもね、ドラゴンキラー余ってるのがあれば、ドラサギ抜き出して、ドラゴンキラーにドラサギ4積み、ないしは3積みとね、できる環境といいますか、そろそろ皆さんできてきてるんじゃないかなというところもありますんで、ちょっとこれを使って、さらに仲間 P が現在2倍でございます。で、
現状の開催イベントがですね、まあこの星の大武道会のもう5月17日までなんですよね。竜の試練も5月17日。そしてもう一つね、忘れがちですが、ドラゴンクエスト8、前編後半ともに今現在イベント開催中。これも5月の17日ということで、まあ一旦17日がキーになってくるんですけど、それまでにぜひね、やってもらいたいと言いますか、今現状は星ドラ上で流行ってるところをね、まあ星ドラ界の記録係でございますから、ここら辺もやっていかないといけないなというところで、まあ今回はこれらの情報をね、見ていただいた上で、このドラキー、この装備でクエスト行きましょう。パーティー募集から、先日ね、フレンド募集企画もさせていただいたということで、今回はフレンド募集を使って、まあフレッピーも2倍ということで、フレ活をどういう風にやってるのかというかね、今現状のトレンドのフレ活が何なのっていうところなんですが、こちら、長き旅路の新たな出会いのアルゴングレートを倒せですね、残り7日間でございます。この伝説級でアルゴングレートの紋章と、それとアルゴンハートというね、モモンピーがアイテムがドロップするということで、前編が来た時にここを周回しようなんていうのもやってたんですが、ここがですね、まあフレ活といえばヒドラと言われるぐらいですね、一個戻りまして、常設の方のルビスの光に導かれ、伝説級にあるここですね、キングヒドラ、ここがボス戦のみ、ヒドラのみでフレンドポイントがね、非常に溜まりやすいということで、まあヒドラ集会なんていう形でフレピー集め、あ、違う、フレピーじゃない、フレピーねフレピー集め、うん、フレピー集めをね、してたんですけど、ちょっとこのフレピーに関してはね、元ネタがあるんですが、まあ、今回は差し控えさせていただいて、で、ここよりさらに美味しいよというのが、アルゴングレートなんですね。アルゴン集会をなんでやってんのっていうね、私も昨日知ったばっかなんですけど、あ、そういう理由でやってんのねっていうところで、アルゴンハート集めやってんのかなと思ったら、ここフレピー2倍と合わせるとですね、240ポイントぐらい、フレンドポイント、あ、違う、フレピーね。フレピーがもらえるということで、ここを周回しているようでございます。アルゴングレードがドラゴンということもありましてね、ポイント2倍、そして17日まで皆さんこのアルゴンハートの伝説級でフレンドポイントをいっぱい稼いで、ドラクエの日の前にジェムを貯めておこうということでございますよ。まあ今収録中なんですけど、ちょっとツイッターでね、募集をしてみたいと思います。もう一度ツイッター画面戻りましょう。さあ、マルウィンのツイッター画面でございますが、ツイートしてみましょうか。フレピーね、上伸ばし。フレピーアルゴンでしょうか。フレピーアルゴン募集と。で、星ドラ、ハッシュタグはつけておきましょう。フレピーアルゴン募集、ツイート。ツイートしました。ここにね、出てきてますね。フレピーアルゴン募集という形でやって、ちょっと星ドラ画面戻りまして、アルゴンハート伝説級を貼りましょう。これはね、リスナーさんにも特に言ってないからね、誰が入ってくるか楽しみでございますが、一応ショックはあるので、ナードカレーとか持っていただいて、さあ、入ってくるかな？お！あれ？あ、間違った。すいません。すいません。間違った。間違えた。ノラで貼っちゃった。フレンド専用ね、これ大事だよ。今、ノラ、もう何年ぶりだろう。何年ぶりかにノラ貼ってしまった。これ入ってくれた人びっくりしただろうね。フレンド専用にして募集ですね。で、アルゴンハート伝説級を貼ってみます。危ねえっていうか、フレンドさんじゃない人がバーって入ってきたからびっくりしたわ。まあ先ほども言ってましたが、先日ね、フレンド募集企画をして生抽選会をさせていただいたんでね、新しくフレンドさんになった方とかと、フレピーためもね、今回はしていければなという意図もありまして動画にしていこうと思いますが、まあ普段はね、ツイッターとかで募集かけるときはどなたでも入ってほしいなと思って、フレンドさん以外でね、普段集会できてない方という形でやってますが、今回はちょっとフレ活と、じゃあフレピー活動ということでね、これで行ってみたいと思います。行きましょう、レディゴー。まあアルゴン自体はね、特に、攻略ポイントとかはないんですけど、まあ今回はこのドラサキ4積みでございますね。これを試し打ちしていきましょうよという感じでございます。そしてグラで来てますからね、バランヘアいきなり入れて、天魔の手綱も組んでますから、トキピオとかも発生してくれて、即即 CT タマリーノボゴボゴ殴りーノができたらいいなというところでございますが、あとは最後のフレンドポイントにご注目ということで、あ、違う。フレピーにね、ご注目ということで、さあ殴っていきましょう。あ、いいよ、トキピオも来る。これで火力2上げ、速度1上げ。攻撃特技がグラは早いんでね、すぐドラ先が打てるようになります。そしてさらに超ドラゴン先はね、グラで使うと火力上げも発生するということですが、まあバランヘアで2上げ入ってますからね、発生しようがしまいがっていうところですが、マゲンランブ、激しい雄たけび、エンデウェできてますんで、ミーカーシも入っていく。ショックを受けず、ハヤブサ切りにコンボを合わせて、超ドラ先、もうあっという間ならすげ、いいね、火力アップが入っていき、守備力ラスゲは上がっていきますが、光兜、今回のガチャ、無料ガチャ対象ですからね。アキトさんが軽く荷上げこのタイミングで入り、ドラ先一発、お疲れ、あっという間。まあ、3発あれば足りるってことですね。
4発目は使わずクリアできましたね。さあ、そしてフレンドポイントでございますよ。今回はアルゴンハートは出なかったか。まだ確定枠でも出る可能性あるからね。大玉が出ると結構美味しい。あー、出なかったか？ん？銀は？あ、来た来た来た。銀はちっちゃい方ですね。金袋ででっかい方が出ます。さあ、そしてフレンドポイントがほら、これマックス240一発で溜まるって感じですね。これが美味しいんですよ。まあ、せっかくなんで、ヒドラと比較でね、ヒドラもちょっと貼りましょうか。お疲れー。さあ、ヒドラの方の、あとはフレンドポイントですね。ヒドラが144ポイントということなんで、まあ、100ポイント分ぐらいうまいですね。ということで、期間中ね、フレピーダメをしていただいて、アルゴンで道具の方を見ていただくと、素材の中ですね、ここにアルゴンハートが出てまいりますんで、これを売るとモモピーがゲットできるっていうやつで、台の方は100だったかな ?200 だったかな、ちょっと数字忘れちゃいましたけど、モモピー美味しいという形になっております。あと引き換え券もう一度見ますが、大武道会の方はね、アイドルヘアバンドとか、イオチューがついてたりとか、あと各種スキル上げにね、有効なもの。魔族帽子も非常に優秀ですね。ドルマチューがあったりとか。一応過去の動画で何回かそこら辺は紹介してますんで、ご参照の上。あと必要な粉とか、錬金鉱石とかね。まあドラクエの日に新錬金が来る可能性もありますし、あと神秘の金具はね、一応この武道会の引き換え券で交換できたというのもあったんですが、ここら辺の妖精指輪とかね、理性ドクロ、必要なアクセでね、交換できるってこともありますが、これは今回のシーズン2の追加ストーリーでね、ドロップもするようになったということだったので、そこまでここで交換する必要性はなくなったのかなという感じもございます。まああと必要な鍵とか、レベ上げ必要な方はメタ金鍵とかね、取っていきたいというところでございました。ということで、今回はツイッターの方のお知らせで上がってきた内容、第1回の10連無料福引ですね。さらには紹介してなかった武道会、そしてフレピー2倍でね、星の大武道会でドラキ錬金を作り、アルゴンハートを周回してギガ感謝祭に備えましょうという形で、17日まででございますから、皆さんもうほとんどの方ね、気づいてやってると思うんですが、知らなかったよっていう方はね、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで、今回の動画はこの辺とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。